こんにちは、荒木和弘です。先日私も一応会員になってますアジア自由民主連帯協議会、ペマ・ギャルポ先生が会長ですけども、この、講演会がありまして、ちょっとお話をしてきたんですが、その時ですね、一緒にイランの民主化運動をやっている方々とご一緒になりまして、でその方々のお話も合わせて聞くことができました。でイランの人と話をするって実は初めてのことだったんですけども、本当に知らないことが多いんだなということを思いました。皆さんイランっていうとどういうイメージがあるでしょうか。やはりホメイニのイスラム革命のですねイメージがあってですね、もちろん反対する人たちのニュースも時々出ますけども、なんとなくみんなですね、もうその非常にこう抑えつけられているというか、厳格なイスラム教の国というイメージがあるんですよね。でも現実にはそうではなくて、なんていうんですかね、イスラム教も自体もですね、そんなにだからもともと厳格ではなかったと。1979年にイスラム革命が起きるんですけども、あの時思い出してみるとですね、私78年の9月から12月までソウルにおりまして、四世大学の韓国語学堂という韓国語を教える学校に通ってました。その時同じ学校に通ってたんでイラン人がいたんですね。直接はほとんど話をしたことなかったんですけども、なんか面白いのがいました。でその彼は一体私12月の末に帰ってきたんで、で2月ですか、でイスラム革命が起きると、一体彼どうしたんだろうなということをちょっと思った記憶があります。で、その今日この間会った、イランの方々とはですね、二次会もご一緒したんですけど、皆さんよく飲むんですね。でまずここからびっくりしました。イスラムの人でもこんな酒飲むのかというふうに思ったんですが、その中の一人の話では、イランのですね北西部って言いましたが、どっかで3000年前の遺跡が発掘されて、で壺が出てきたと。でその壺の中にはワインをどうも作ってたというものらしいと。だったら3000年前飲んでたんだったら今飲んでもいいんじゃないかというようなことだったそうです。で、本当はもともとパーレビー、オメニの革命が起きる前ですね、パーレビ国王の時代というのはいろいろ不正腐敗もあったみたいですけども、で独裁政権ではあったんですが、でも近代化は進んでたと。で、あのままいけばやっぱりイランって大国ですからね、かなり大きな国になってたんでしょうけれども、そこがイスラム革命でですねブレーキがかかってしまったということのようです。で、ちょっと私も詳しいことは聞きませんでしたけども、もともとホメイニっていうのはイギリスが支えてたんだというような話もありまして、これからちょっと勉強してみようかなというふうに思っている次第です。あの地域非常にややこしい地域ですので、逆に言うとですね、欧米の各国がいろんな形で手を突っ込んで、特に石油資源とかありますからそういうものをですね、巡っての争いというものがこの宗教と絡んで、いろいろ起きているようだということは少しは勉強をすることができました。でも本当にですね、知らないですね。私前にこのショートメッセージで、人間は何も知らないで生まれてきて、全く何も知らないで生まれてきて、ほとんど何も知らないで死んでいくという話をしたことがございますけれども、本当にそうですね。私もだからこの方々に会わなきゃ、ひょっとしたら一生イランのことを知らないで終わったかもしれません。やはり特に私らみたいな朝鮮半島研究者、俗に言う朝鮮屋はですね、もうこれは地域圏どこでもそうですけども、やっぱり自分の地域ってものすごく関心があってやってるわけで、そうすると他の地域のことをですねあんまり関心がいかなくなってしまう、自分たちの世界が全てだみたいにどうしても思い込んでしまうっていう節はあります。改めてですね、昨日それを見てちょっと反省をした次第です。で、アジア自由民主連帯協議会っていうのは、
このもういろんな国々 の、 その民主化運動をやっている人たちの集まりですので、北朝鮮 もちろんですけども、まあ、中国もそうですし、あるいはミャンマーとかですね、カンボジアとか、まあ、いろんなところの方々が来て、お話をされたりする、そういう、まあ、非常に貴重な機会だというふうに思っています。もし皆さんもどこかで講演会とかですね、見られたらば、ぜひご参加されることをお勧め、します。まあ、本当にでも一度話を聞いたんで、まあ、今のイランじゃちょっと行きにくいかもしれませんけども、もう少し体制が変わった後のイランに一度訪れてみたいなということを思いました。今日もありがとうございました。